お疲れ明日か引っ越しこうやってもうベランダで話すことなくなるのあ寂しい俺が<笑><笑>バカじゃねえの やっとお前のおもりから解放されて幸せだわ <laughs> んああそれ覚えてるわあの河原だろいくつの時だっけ6歳 マジかうんお祭りの時のうんお祭りの花火の時の <laughs> そうそう花火の音にお前がビビってさ転んで泣いて <laughs> お前の手を取って急いで家に帰った。 <laughs> 俺そんなこと言ったああそうだったお前のキティちゃんの袋の綿菓子が転んだ時に下敷きになってた <laughs> ああ<ー笑>そうそうで俺の仮面ライダーのやつやるって言ったのにそれじゃ嫌だって。 キティちゃんのがいいってバカみたいに泣いたんだ <laughs> で泣きやまないから置いて帰るって怒ったんだよな俺 <laughs> そうそう <laughs> でもちゃんと家に連れて帰ったろなんでってそれ <laughs> 一緒に帰らなかったら怒られるの俺だからな そうだよ怒られたくなかったんだよお前のことになると俺の親すっげえ怒るから <laughs> てかよく覚えてんなえ三3ヶ月1回も来なかった俺それいつ覚えてないんだけど いやわかんない。覚えてねえわあ,あお前に初めて彼氏ができた頃かああ <laughs> でもその頃かあんまりここで話し,しなくなったの。 お前も来ないことが増えてって俺も遊んでばっかりだ <laughs> 懐かしいな今思えばさなんていうか <laughs> 意識してたのかもな <laughs> いやあのお前も女の子なんだなって めんどくせえ手がかかる妹って思ってたのなのに彼氏できてさ急に化粧したりおしゃれしたり髪型もなんかこだわったりとかしてなあ <laughs> こいつも女の子なんだなって いつの間にかどんどん大人になっていくんだもん。俺は何も変わんねえのに。そう変わったかっこよくなった。<laughs> だろこんないい男、そうそういねえから。<laughs> あれいつだっけお前が一晩中泣いたときんか振られたって言って朝まで泣いて愚痴聞かされていっつも泣いて俺に相談してたもんなお前でもあのときが一番ひどかったあのさ俺次の日デートだったんだよ彼女と お前に朝まで付き合ってたから当然起きれなくてさそのまますっぽかしたでその後、振られた <laughs> その子の相談私とどっちが大事なのってであいつの相談はその時しか聞けないけどお前とはいつでもデートできるだろうって っって言ったら振ら振れた <laughs> 当たり前だろ言ってねえもんどうせ言ったらお前また泣くじゃん私のせいでごめんってまあいろいろあったんだよ俺もはあ もう12時過ぎてんのかお前疲れてねえの結婚式から引っ越しまでだいぶバタバタしてんじゃんんあ結婚式ああんかびっくりした こんなにも変わるもんかって孫にも衣装ってな<笑>嘘嘘<笑>ごめんごめんまあいい好きだった俺いやーな,い <laughs> ない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 俺もう何年も彼女いないしあー 片思い中…かな <laughs> 俺の話はもういいよ。てか、そろそろ寝ないと明日起きれなくなるぞ。んじゃあな。おやすみ。 照れくさくてさ <laughs> なんだかうまく言えなかったけどきれいになったなちゃんと顔見て言ってやればよかったな。 までとどうか幸せに好き。<laughs> キスキュー